日本富山県富山市、大田口通り。大田口通りは、富山県富山市西町後の2番地先から同市、中野新町交差点を結ぶ富山市内の通りである。旧日田街道の起点であり、現在は、大田口通り商店街となっている。また町名であり、町名は1から3町目まである。郵便番号は930-0063。 本項目では主に道路としての大田口通りについて記載する。西町交差点の西隣の信号から、富山きらりと西町パーキングに挟まれた通りが大田口通りである。通りの長さは550メートルで、海抜は11メートル、海岸までは8.5キロメートルの地点にある。また、高山島では86キロメートル、日田島では75キロメートルである。 北側で入り口付近は、西町商店街、総久留通り商店街、上本町商店街、中央通り商店街などが隣接すると山市、中心市街地商店街となっている。南側では、中野新町商店街と隣接する。大田口通り商店街はかつては、卸売業の集中が強く特殊な専門店街を形成していた時期もあったが、卸売団地の造成による移転や、 業態の転換等により、京では飲食店、サービス業、専門店などが混在する商店街となっている。大田口町は、江戸時代に富山藩領が町割りされた当初から、寮の町であり、日田街道への起点であった。富山城下町の南には広大な農村や山が、広がりを佇もつ、大田省と呼ばれ、現在の富山市中心市街地南部から九大船長。 福沢などの産地にまで及ぶ土地であった。大田地方と富山城下町の境目には足洗い川が流れていた。足洗い川は東から西に流れてきて大田口通りの道を横切っていたが、現在は大部分が暗渠となっている。かつては足洗い川の橋があり、ここが大田口と呼ばれた。橋の東側には芝売り角と呼ばれた市場があり、大田省周辺から運ばれてきた。 新炭山菜などの売り買いがされたという。芝売り格の名の由来は、小らという協力が山のような芝を背負って、富山町に売りに来たが、大田口通りの入り口で両側の家に仕えて、動けなくなりそこで芝を売り払ったことから。1899年8月12日、中野新町より出荷し、大田口町と周辺が全焼。 1913年から翌1914年にかけて国鉄北陸本線と山駅から南富山駅へ至る路面電車が開通した。この路面電車を通すための道路は明治末期に道幅の広い通りとして大田口通りに対してやや斜めに造成された。そのため桜橋電車通りが主道、大田口通りが副道のような姿となった。 1933年に富山笹図間に鉄道省直営のバスが開通し、日高井道の古い道筋を大型バスが走った際、発着所と事務所が大田口通りの南端に設置され交通のようとなった。省営バスは戦時下の1943年に廃止となるまで10年間続いた。1945年8月2日未明の富山大空襲により地区は、 富山大とを除き全焼した。大田口通りの西側に、新言、創福畑山来号寺がある。現在は、大田口通りと離れているが、かつては通りに面していた。立山ゆかりの寺で、立山の山尊が光り輝いて、寺の屋根に来訪されたことや、本尊の聖観音は、行基菩薩が、立山で刻んだものといった伝説も、くずかから、に再録されている。寺は、 立山山陸から出て、呉れ村小竹の福畑に移転。それがさらに、富山半祖、前田敏嗣の招きで、現在地の近くに移った。富山市内には、雷合寺という名前の寺院が参加時存在する。梅沢町の布市雷合寺、目付雷合寺、及びこの中野雷合寺と呼ばれている。寺の境内の地蔵祭りは毎年8月23日、8月24日に行われる。 廃人、大森輝明が1931年に北アルプスの山旅を終えて、富山市で地蔵祭りを見て、歌声の揃うより悲し地蔵本と読んだ。富山市指定の文化財4点が存在する。これらは北大国落寺から譲り受けたもの。2018年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。